大田康春は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。岡山県出身。大田義三郎の次男として生まれる。岡山津山中学校を経て、1909年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月、海軍少尉任官。1916年12月、海軍砲術学校高等科を卒業し、以後、薩摩、浅間。 不相の、各分隊長、沢風宝術長、東郷平八郎厳水付副官、三日月、初雪の各区畜官長、横須賀沈治不参謀、海軍省軍務局員などを経て、九百二十六年六月から翌年一月にかけて欧米に出張した。人事局員、過去、春名の、各副長、運送官、須野崎、大井、浅間の、各官長、軍務局、 第2課長などを歴任し、1936年12月、海軍少将に進級した。横須賀人事部長、軍令部出資、第4根拠地帯司令官、軍令部出資、公安にアモい連絡部長官などを経て、1940年11月、海軍中将に進級した。1941年5月、公安に員課中連絡部長官となり、軍令部出資を経て、 1942年12月、第3、南図解艦隊司令長官に着任し、フィリピン方面の作戦指揮を行った。軍令部出資を経て、1944年1月、予備役に編入された。ありがとうございます。